アイルランドカトリック同盟、またはキルケニー同盟は1641年から1649年にかけてアイルランド自治を行ったカトリック勢力である。新京都革命によってスコットランド・イングランドが混乱状態になるとカトリック信仰の承認を求めて武力放棄を起こした。イングランド内戦が終わるとスコットランド国民名役軍や 遠征軍として派遣されたオリーバー・クロームウェルによって鎮圧された。一方で、カトリック同盟は1922年のアイルランド、自由国成立まで唯一、アイルランド人によって自治が行われた時期でもあった。宗教戦争などによって、イングランドの支配力が弱まると、1641年10月23日に、アルスターで、農民放棄が起こり、アイルランド人、フェリム・オニール、 ローリーを思わが決起して、プロテスタントのイングランド人入植者数千人を殺害した。カトリックのイングランド人は当初これに批判的であったが、チャールズ一世はカトリックを一括くくりに敵視したため、やむなく合流した。同盟の勢力は圧倒的であり、たちまちアイルランドのほとんどを支配下に収めた。カトリック同盟は、 その成立が宣言されると、すぐに憲法を制定し議会を開いた。議会はアイルランドの地主と聖職者で構成された。彼らは神のため、王のため立ったと主張し、あくまで国王との和解を目指した。しかし一方で、スペインやローマから来た聖職者がカトリック同盟内で主導権を握り、彼らは王との徹底抗戦を主張した。一般的に、 オールド・イングリッシュは国王と近くゲール人や聖職者は強硬な姿勢をとった。キルケニー城。カトリック同盟の本拠地となったカトリック同盟は国王との和平を望んだ。両者は交渉のテーブルについたが、互いの主張はしばらく平行線をたどった。これは以下の要求を国王側が認めなかったことによる。チャールズ一世がこの要求を受け入れられなかったのは 国王軍内部でも、チャールズ一世の親カトリック政策への批判が強まっていたからである。それどころか、国王軍前権代理オーモンドコージェームズ・バトラーは、アイルランド国教会に、教会財産を返還することを要求していた。これが、同盟内聖職者の激しい反発を招き、しばらく交渉は前進しなかった。カトリック勢力がアイルランドを支配したことは、 スコットランド・イングランドの警戒を招いた。1646年、スコットランド・イングランド連合軍が攻め込んできたが、オーエンド・オーニールが、ベンバーブの戦いで同盟を干渉に導いた。これが一つの材料となり、国王軍との和平交渉が前進の兆しを見せ始めた。しかし条約が締結されるのは1649年になってからであった。 イングランド内戦で勝利した議会派は王統派よりもカトリックを敵視していた。これは1641年のアルスター法規の方が古代に伝わってイングランド人の敵外心を煽っていたこと、イングランド共和国で有力だった独立派など諸セクトは信仰面で国教会よりも求心的であったことなどが理由にあった。カトリック同盟に対するニューモデル軍の敵は 尋常ならざるもので、1649年から始まったクロムウェルの遠征で賛美を極める流血が繰り返された。特にゴールウェイ包囲戦はアイルランド人たちの記憶に残り、長きにわたってイングランドへの敵意を募らせていった。IRA に代表されるようなアイルランド問題は、この時期に橋を発したと言われる。ありがとうございます。